片付けちゃいましょ。よっ、いたか、我が輩の力。この辺りにはいないか。別の場所で迷っているのかもしれないな。誰か！誰か！叫び声。向こうの方からだ。急ごう。助けてくれ！いたぞ！大丈夫か？すぐ助ける！我が輩の力、見せてやろう。さて、ふむふむ、行くぞ。今は耐えます。構えておいてよかったな。参ります。まだまだ。力がみなぎる。任せろ。これが俺の全力だ。一気に畳みかける。行くわよ。これでどう？大したことないな。私の番です。これで行けます。よっ、我が輩の番だな。ここは守りの一手だ。反撃力です。さあ行きます。容赦しません。食らいなさい。さて、焦らずにと。さて、ここは予想通りね。これだ。行くわよ。これで
決める。旅館的中兵器だ。倒れろ。さあ、覚悟なさい。行きます。覚悟なさい。行くわよ。これね。みんな、怪我はないか。新たな力だ。なるほどなるほど。次は何ができるのかしら。ありがとう。ウィズワールドからの旅商人ってのはあんただな。相棒に頼まれて探しに来た。そうか。いや、本当に助かったよ。出口はさっぱりわからないし、魔物には追われるし、もう散々だ。無理もないわ。迷いの森と呼ばれているくらいだもの。おお、確かにどこか不思議な森だ。必死に逃げていたからかもしれんが、なんだか同じところをぐるぐる回っていた気がする。それは大変だったな。だが、もう安心せい。我が輩たちがきちんと町までの帰り道を教えてやろう。
は守りの一手だ。まだまだ食らいなさい。はあ、容赦しません。誰だ。いたか、我が輩の力。容赦しませんよ。これだ。どうするの。行くわよ。はっ。これで、ね、これで最新の出来だわ。まだまだしません。食らいなさい。はあ、覚悟なさい。こんなものかしら。聞いたか。ああ、あいつも妖精だったなんて。早速のようだな。ほら、顔を出さない。むぎゅう。待ってくれ、俺は妖精なんかじゃない。それは審判にて明らかになりましょう。お待ちください、ヘリオ様。その方は大聖堂に多くの寄付をくださりました。妖精であるはずはありません。あなたは
審問官であるこの私を疑うというのですか？マルグリット、あなたは以前から私の審問に異議を唱えていたと聞きます。そこの方、聞いたことはありませんか？それは真実を話さずかばい立てするなら、あなたも同罪ですよ。言っていました。審判は間違っている。ヘリオ様はおかしいと。彼女が夜出歩いていたのを見た者は、月明かりに羽を晒していたのを見た者は、恐れずに声を上げてください。沈黙こそ妖精の思う壺なのです。そういえば見たような気がする。私も見たわ。そんな。さあ、あなたも正直に話すのです。そうすればあなたへの疑いも晴れる。勇気を出し真実を告げるのです。俺は見たぞ、見たんだ。マルグリットが羽を広げているところを。そんな嘘です。どうして私が。どうやら話を聞く必要がありそうですね。グラディス、彼女を捕らえなさい。逃がすかよ。その正体を暴いてやる。離して。待て、いくらなんでもこんなの無茶苦茶だろ。これはこの国の問題だ。部外者が口出しするな。町の人たちの証言を聞いていなかったのか。では町の皆さんに伺いましょう。異議あらば堂々と申し立ててください。ご覧の通り異議なしです。マルグリットを連行しなさい。こんなの絶対に間違っている。なんとか助けられないか。無茶を言うな、若いの。気持ちはわからんでもないが。何か気になることがあるの？ヘリオは最初に糾弾していた男性は無視、マルグリットという方だけを連行しました。おかしいとは思いませんか？ヘリオの目的は最初からマルグリットだった。町の人なら何か知っているかもしれんな。聞いてみるか。マルグリットさんに妖精の嫌疑がかけられるとは。あなた、マルグリットさんを知っているのね。彼女のこと教えてもらえない？ランドルフ司祭の娘さんだ。多分勢力争いに巻き込まれたんだろうな。ランドルフ司祭、ライムダール聖教の偉い司祭様で、次期最高司祭と目されていたお方だよ。ライムダール聖教の司祭か。審判について何か知っているかもしれんな。娘が捕らえられたばかりで気が引けるが、話を聞きに行ってみよう。ランドルフ司祭はいらっしゃいますか？私がランドルフだが、どなたかな？いきなりこんなことを言って信じてくれるとは思えないが、俺たちは審判を止めてくれと神竜から頼まれたんだ。神竜様から？
何をバカなことを。神竜様のお言葉を信徒に届けられるのはドモボイ最高司祭様だけだ。信じろというのが無理な話だ。だが私とて娘を助け出したい。話だけは聞こう。やはりにわかには信じられん。少し時間をくれないか。私の方でも審判の資料を当たってみる。ありがとう。しばらく宿屋で待っていてくれ。ああ、あんたたち相棒を助けてくれたんだってな。ああ、あと少しでも遅かったら魔物に食われるところだった。まったくだ。この人たちが来てくれなかったらどうなっていたか。まったく心配したぜ。ふと後ろを見たらいないんだから。いや、ずっとついてったはずなのに気づいたら前に誰もいなくてな。不思議な森だったな。何かに惑わされているような気分だったよ。とにかく無事に再会できてよかったじゃないか。なあ、ありがとう。あんたたちには感謝してもしきれない。これで商談はうまくいきそうだぜ。ああ、おいお前ら、まだうろついていたのか。グラディス、さっさと町を出て行きやがれ。それとも妖精に加担したってことでぶった切ってやろうか。あんたはマルグリットさんが妖精だと本気で思っているのか。当たり前だろ。疑わしい証言は山ほどあったからな。俺の両親は妖精に殺された。妖精は俺の仇だ。あいつらがこの町に隠れているというなら見つけ次第捕らえてやる。お前らもだ。もし妖精だったらぶっ殺してやる。グラディス、そこまでになさいな。マルファの姉貴。まだ姉と呼んでくれるのね。嬉しいわ、グラディス。マルファ、どうしてここへ。急に大聖堂から召喚を受けたの。用事が終わったらすぐに戻るから大丈夫。この人たちは私の友人なの。乱暴なことはしないでくださいね。わかったよ、マルファの姉貴。姉貴の顔に免じて今日は見逃してやる。だが少しでもおかしなことをしたらすぐに捕らえてやるからな。昔はあんな目をするような子ではなかったのに。あの子の両親と先代の守護者だった私の父は友人だったの。それで家族ぐるみの付き合いをしていたんだけど。マルファさん、このタイミングでの召喚大丈夫なのか。ちょっと気にはなりますけど、
無視するわけにもいきませんから。それに長い間守護者を流動から離すような真似はいくらなんでもしないと思います。だから別に心配はいりませんよ。それではまた後でね。まずいまずい、審判が始まっちまう。審判？ちょっと待ってくれ、誰の審判だ？マルグリットだよ。さっき鐘が鳴っただろ、あれが審判の合図さ。なんだって？おっと、話し込んでいる場合じゃなかった。審問者へ急ぐわよ。何度でも言います、審判なんて間違っています。他人を貶めるために告発をしている人がいるとも聞きます。本当にそれが神竜様の望むことなのですか？妖精は人の心の隙を狙い邪悪へと導きます。その妖精を見つけ出すことを否定するとは、妖精を救おうとしているとしか思えない。マルグリット、あなたの見分を行います。やめてください。どうやら羽はないようですね。ヘリオ審問官、これ以上娘を恥ずかしめることはやめてくれ。ランドルフ司祭、審判に異議を挟むおつもりですか？しかし娘には羽はなかった。これで潔白のはずだ。それはまだわかりません。我々の目を欺いているのかもしれませんから。妖精は猫やネズミといった小動物を使い魔にするとも言われています。どなたかマルグリットが使い魔を手なずけていたのを見た方はいますか？そういえば時々小鳥に微笑みかけていたな。マルグリットの家の裏に猫がよくいた気がするぞ。餌をあげているから私に懐いているだけです。ではそれを証明するためには審判に身を委ねることです。妖精でないというのであれば審問所の下に口を広げる真理のアギトへ飛び降りることができるはず。あなたがライムダール聖教の信徒であるならば神竜様はお救いくださるでしょう。それとも隠した羽を晒すのが嫌なのですか？神竜様のご加護、神竜様のご加護、神竜様のご加護。そんな飛び降りないのか？さっさと飛び降りろ。来ないで、来ないでください。よせよせてくれ、娘がマルグリットが落ちてしまう。神竜様のご加護、神竜様のご加護。さあ真理のアギトへと身を投じるのです。
ランドルフ司祭は戻っていないか。ま、無理もない。私、ちょっと探してくるわ。大変よ！ランドルフ司祭が一人で町を出て行ったって。多分、真理のアギトに行ったんじゃないかって町の人が。真理のアギト。マルグリットさんが落ちた場所ですね。審問所の下に広がる洞窟らしいわ。ランドルフ司祭を追いましょう。私の番です。余裕ね。
と。この程度。最上なる癒しを。楽になったわ。うっ、よし。今です。はあ、行きます。余裕でしたね。強くなりましたね。よし、やるか。様子を見るとするか。我の一撃を食らえ。大したことありません。参ります。行きます。はあ、どうするか。これだ。さて、よくだ。これでどうだ。さて、もっと。解き放て。やれよ。邪魔よ、どいて。うわ、大したことない。忘れ傷です。さあ、回復しよう。まだまだ。大したことありません。私の番ね。はあ、やった。
さて行きます。さあ進みましょう。これで次は誰かしら。もうすっかり慣れたもんだな。今のうちです。どうするとしよう。なんともないわ。あら、何かした？よっ。我が輩の番だな。それでは、気を抜いてはいけません。覚悟なさい。さて。よし。もうすっかり慣れたもんだな。一歩前進です。なるほどなるほど。行きます。はあ、
上なる癒しを。行くわよ。てや、悪く思わないでよね。余裕ね。守りの一手これでどうだ。私の番ね。はい。何やってる。大したことないわ。さて、どうする。大したことはかんでる。さあ、やるぞ。やった。次はやれば。やっていけるわ。悪く思わないでよね。あら、私のこと甘く見てた？ふっ、私の番ね。けいらー、私の番です。くらいなさい。余裕でしたね。学者だと侮ったか。
様子を見るとそれだ。我の一撃を食らえ。うっ、今だ。この程度調べて、これで。さーて、はあ、いけるわ。次は誰かしら。どうするか。どうするか。ふむふむ。私の番ね。行くわよ。てや。悪く思わないでよね。歩みを止める気はありません。守りの一手だ。やっまだまだ。今だ。これで小手調べで余裕でしたね。返したことありません。どうするの。解き放て。剣はここ悪く思わないでよね。いい感じだ。我の一撃を食らえ。私のこと甘く見てた。学びの機会が大切です。
そう次だ。うん、いい感じだ。今これでどうだ。よし、やるか。さあ、やるか。よし、だいぶ戦闘にも慣れてきたな。これでいける？悪く思わないでよね。いたか、我が輩の力。安心したまえ。これならいけます。レイ。回復するわ。悪く思わないでよね。解き放て。行くか。はあ。そこだ。我が輩の番だ。これだ。どうするか。本気、様子を見るとするか。ふっほっ。へい。てや。へい。ここだ。大した。どうするの？やっ。邪魔よ。どいて。逃がれ。見せてやろう。ふむふむ。くらいなさい。頼りにしています。この程度。俺の番だ。てや、ここだ。へい、倒れ。我が輩の本気。大したことありません。やっ、はあ、よ
容赦しません。大したことありません。行くわよ。大丈夫大丈夫。実に興味深いな。本気様子を見るとするか。私の番です。くらいなさい。見切れました。容赦しません。我の一撃をくらえ。力がみなぎる。全力だ。決まった。私の番ね。切り札を見せてやろう。さあ刮目せよ。これでもくらえ。ざっとこんなものだ。やったー。参ります。全力です。今やりました。こんなものかしら。よっしゃ。だいぶ戦闘にも慣れてきたな。好機です。どうするとしよう。大したことありません。どうするの。これでいける。悪く思わないでよね。風よ。さあ覚悟なさい。今です。気を抜いてはいけません。楽勝だったな。いい感じだ。全身全霊をかけます。くらいなさい。この程度はしません。我の一撃を食らえ。余裕でしたね。大したことありません。まだまだ。我の一撃を食らえ。次だ。
どうするか。私の番ね。癒しの力が効いてる。覚悟なさい。くらいなさい。覚悟なさい。様子を見るとするか。祝杯をあげんとな。学びの機会大切です。するか。ここまでだ。どうする大事な力か。だけな。いい感じだ。我の一撃を食らえ。だいぶ戦闘にも慣れて感じだ。しよう。ここだ。行ける。私の番ね。邪魔よ。どいて。弱点はここにいるわ。これでどうだ。覚悟なさい。容赦しません。食らいなさい。よし、やるか。様子を見るとするか。大丈夫大丈夫。実に興味深いな。
げる、うん、さあ覚悟なさい。使ってください。容赦しません。もうすっかり慣れたもんだな。さあ覚悟なさい。容赦しません。覚悟なさい。行くわよ。次は誰かしら。悪く思わないでよね。力があふれ。行くぜ。まだ来るぞ。よさて力がみなぎる。いい感じだ。よしやるか。うん、大したことないな。予想ね。全身全霊をかけます。はい。やあ。大丈夫？はい。やった。おい、大丈夫か？あ。こいつを使うか。助かります。大丈夫大丈夫。聞いてるぞ。さて邪魔よ。どいて。聞いてる。力が溢れる。あれだな。いい感じだ。マッスル傷です。どうするとしよう。平気だ。構えておいてよかった。我の一撃を食らえ。さあ覚悟なさい。これで土手調べです。やっと行くわよ。うだれ。いけるわ。マルキーマイシーの敵だ。弱点はここね。有力だ。次だ。祝杯をあげんとな。次は何ができるのかしら。